少し前の話になるが、Q ちゃんとプレイしていたら、ミラクルなのではないか？という出来事が起きた。Q ちゃんのカメラからの方がわかりやすかったので、お借りしてきた。マップ、ツンドラで、Q ちゃんと丘を狙撃していた時、それは起こった。次に通る奴にお見舞いだぜ。よーし、負けないぞー。発射で。攻撃有効だ。さすが伊鈴さん。お分かりいただけたであろうか。二人の弾が、なんでそんな不自愛、全く別の方向に自家電車に当たっている。しーしすごいことがあったもんですね。弾と弾って、当たるんだな、驚いたよ。本当に弾と弾が当たっていたのかは不明。どうもこんにちは、D1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、日本のティア4系戦車、五色系戦車ケホちゃんです。私は中戦車ルートから日本ツリーを研究していったのですが、視聴者さんからね、ケホちゃんは M7 っぽくていい戦車ですよ。なんて言われちゃったからさ。M7 をまったり乗っている私としては、乗ってみたくてね、作ってみました。そしてこれは乗り出し1戦目でございます。相方には、自分の動画内で、Q ちゃんを P ちゃんって呼んだり、クラン内の模擬戦動画で山田さんに参拝呼ばわりされていた、名人クラスさんです。えらい雑な紹介やな自分。わしは参拝ではない、山田さんにはしっかりしてもらいたいですな。この試合で証明してください、参拝ではないってね。山田さん、見てろよ、わしは参拝じゃないんやからな。もしいい働きをしてくれれば、久しぶりにこちらでも名人さんの動画を、編集して差し上げましょうぞ。お、それはええこった。それと名人さん、下ネタは禁止です。マジで？わしから下ネタを抜いたら、ナイスミドルな男の魅力しか残らんやんけ。じゃあフィーダー、撃ちたいなぁ。我慢できね、撃っちゃえ。このケホ、軽戦車ながら、偵察枠で振られない車両でして、専門はスカウトではなく、遊撃なのです。ギア6までにしか当たらず、噴火火力、砲精度、貫通力がなかなか良く、機動力も不満なく良好。角も取れ、軽戦車だから隠蔽も悪くなく、視界取りも全然可能。もしかしたら、M7 を超えるポテンシャルがあるのかもしれませんね。あまりティア4には乗らない方なのですが、ケホちゃん、ビジュアル的にも気に入ってきまして、いい遊び車両を見つけたなぁとほくそ笑んでおります。カベナンターが撃てるね。バレたら下がる、それだけさ。まあケホちゃんの残念なところを挙げるなら、ティア4だというところですかね。ラドリー・ウォルターズ勲章など、一部勲章が対象外。また、優等も存在しないため、優等チャレンジができません。私、優等には全くこだわっていないのですがね、どちらかといえば秋っぽい性格なので、新しいものを欲しがりますし、動画的にも、たくさんの車両をお見せしていきたいなーって感じがあったりなかったりで、同じ車両を乗り続けるっていうのは、かなり貴重なことなのです。く、おいはやっぱり鬱陶しいなー。M7 よろしく、禁断マシマシの非常さも必要かな。まあ今はいっか、オイラで抜けそうな可愛い子からペシペシしていこっと。お、いや、今これ後期到来、じゃねえな、バレてるし、そりゃそうですよねー。にしてもスタイルさんは手はしないなー、ようしゃべるなー。そりゃもうあれですよ名人、スタイルさんからおしゃべりを抜いたら、ただのクソ野郎ですよ。しかし名人さん、オイラはよくわからないけどさ、そのセンチネル、そんなに攻めちゃって大丈夫なんですか？何を言う、センチネルはなぁ、これでも意外と硬いんや、頭が特にな。名人クラスに任せなさい。そうなのか、ではそこは任せましたよ。お、T67 が撃てそうだな。引っ越し、さっさと引っ越し、しばくぞー。これはなかなかの精度ですなぁ、狙撃が苦手なイメージがつき始めているに違いないスタイルさんが使ってもよく当たる。いや待ってよ名人さん。人が美味しく戦車をいじめてる横で安定のフラグ回収とかやめてよね。すまん、お先じゃ。なんだよ、せっかく人が久しぶりに代理投稿頑張ろうかなーって本気で考えていた矢先にさー。てかあれ、味方、横転してるのか？まああれはなんとかなるだろうきっと、世の中にゃあ一人で起き上がってくるやつもいるみたいだしね、トラウマだけど。
名人さんがいた側にはチャーチルマーク7がいるのか、接近戦は避けたいな。なんとか名人さんに、もっと頑張ってほしかったな。ポルシェの試作戦車か、やはり接近戦はしたくないね。遠距離でペシペシ減らしていきたいとこだ。お、チャーフィータンだ。あれは消しておきたいところ。く、見つかったか、そしてチャーチルのお出ましか。あらあまるで古城の主みたいだな。そしてカチカチ戦車 KV220 もいたか、なおさらお近づきになりたくねえだ。少しでも偵察してみよっかなーなんて考えなくてよかったぜ。西は一旦味方に、と思ったが、東も大概押し気味なのか、オイラはいらなそうだな。視界のアシストよりもダメージのがうまそうだし、もっかい西の狙撃を狙ってみるっちゃね。見事に硬そうな戦車がいっぱいだ。今思えば、よく名人さんはあんな服までに足を踏み入れたもんだな。でかいってストバンの方か、これまた卑怯な子に乗られておいでだ。あ、チャーフィー貴様は早めに消したい。早めどころか早すぎて当たりしない。どうも装填が短いと無駄打ちが多くなるなぁ、オイラの悪い癖。そして気がつけば西側の味方がたった一両に、いよいよ押し負けそうだなぁ。あの味方がご存命の間に、なるべくヘルスを削っておきたい。やったぞ、違う正規目標を探すぞ。堀に逃げ込んだか。弾き返されたぞ。まあキックやら城壁が鬱陶しいしな、もう少ししっかり狙いに行くか。く、あれだからチャーフィーは早めにやりたかったんだ。お、味方さんナイス、これで重い子ばかりになりましたね。まだいじめられるチャンスがありそう。あ、やべ、あんなとこにまだエルクガイモイモしてたのか、見つかっちゃったじゃんよ。そして都合よくポルシェさんがお出ましか、だがワンパン圏内、怖くない。そして弾かれご愛嬌、さすがはゼア6だな。これで決める。危ねえ、あいつの一発は重いからな、すんなりやれてよかった。次はチャーチルか、だが味方がずっとされちゃったな。視界がなくなるまで撃ちたいけど、そりゃもう私もバレてますからね、そろそろトンズラしないと。このように痛い目に遭います。どうもチャーチルは火力が低いからと舐め切ってしまうんだよね、えへへ。できればもっかいチューチュー吸ってみたいなぁ。ですよねー、知ってました、一回で直してきますねー。そうですね、あのエルク君からやることにしましょうかね。ま、いかんせんもう死にそうですが。それでも最後まで吸わせていただきます、ケホケホ。そうやって遊んでいる間にチャーチルさんに新しいお相手ができたようだ、オイラも誘惑しに戻れそうだな。あ、だいぶ減ったなぁ、もうあれはうまくなさそう。まそうだよねー、知ってたわー。では最後はデザート二次奏法でも食べに行きましょうかね。軽戦車の最後のお仕事、いや、お口直しといえば、自奏法キラー。今宵この時この場所でも、美味しくいただいちゃいましょうか。こりゃもう接近戦でねえとうまくなさそうだな。貴重な一両がやられちまった、完全に出遅れてしまったなぁ。もうあれは鼻からチャーチルは相手にせずに、こちら一択に絞ればよかったぜ。レオさんちょっとお待ちを、オイラがいただきますからそれ。しかもおあつらい向きに空っぽになってらー、いただきまーす。名人もこれで浮かばれるぜ。戦闘結果です。マスターバッジと競合者を獲得。乗り出し初戦からマスターバッジとは、これはケホケホ、オイラにバッチリ合っていそうですね。しかもここからオイラ、4戦にわたりマスターバッジを獲得するという快挙を成し遂げるのです。そちらは動画にはいたしませんが、すごいケホケホは使いやすい戦車で、なんで今まで乗ってこなかったんだろうって、少し後悔しちゃいました。M7 同様、深いことは考えずに、遊び車両として、ガレージに残そうかなぁと検討中です。名前も可愛い、強い、速い、ビジュアルも可愛い。いい戦車に出会ったもんだわさ。名人さんは今回は残念でしたが、いずれまた活躍していただいた際には、登場していただきたいと思います。それまでは、名人クラスさんの上げている、動画チャンネルでもご覧くださいませ。リンクは、この動画の説明文に載せておきます。合わせて、コメント、チャンネル登録をお待ちしております。最後までご視聴、ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。
まったねー。